こんにちは。苦手な種目は10回でも多く感じる B レジェンド田中です。今日は10回3セットは意味ないのということについてお話したいと思います。私は普段 B レジェンドジムでトレーナーとして勤務しております。競技としてはパワーリフティングの大会に参加しております。実績としては近畿パワーリフティング選手権で優勝した経験があります。今回はボディメイクにおいて10回3セットを行う際のポイントについて解説したいと思います。最近は10回3セットの組み方が古いとかですね、批判的な意見をよく目にするんですが、私個人的にはですね、10回3セット、いいメニューかなと思っています。ただし、いくつかのポイントを追加することで、より10回3セットの組み方が効果的になるのかなと思っています。そもそも10回3セットとはどんな設定なのというところからお話したいと思います。トレーニングにおいて1セットあたり、何回行うか、何回で限界になるかというところが、10回でセット数は3セット行うというところになっています。昔からトレーニングを組む際に、10回3セット行いましょうという指示をよくする回数や、セット数の設定になります。10回という回数の設定はですね、筋肥大に必要な1セットあたりの回数がですね、8回から12回と一般的には言われています。そこでですね、間を取って10回、キリのいい数字で10回。で、1セットだけだと、やはりボリュームが少ないので、しっかりボリュームを稼ぐのに3セットやりましょうというところが、10回3セットをよく言われるようになった、根拠かなと、私なりには推察します。ではこの10回3セットをトレーニングメニューに組み込むにあたって、それだけでいいのかっていうと、実は少し足りないポイントもあります。なので10回3セットでもしっかり体が変わるっていうトレーニングを行うために、いくつか追加しておきたいポイントをお話したいと思います。1つ目はですね、1週間あたりのボリュームを考慮できているかというところです。例えばですね、胸のトレーニングであればベンチプレス、これがですね1週間あたり1回しかやらない、1週間でベンチプレス10回3セットというところのトレーニングだけを行うとですね、やはりボリューム不足になってしまいます。1週間で1つの部位に対しては10セットはトレーニングを行いたいところです。例えば1日あたり胸は1種目しかしないのであれば、10回3セットであれば、3日間はやった方がいいですよねというところになります。そこだってやっぱり無理だと思うので、胸のトレーニングであれば2種目から3種目は1日の間に入れると、そこで10回3セット2種目やるので6種目こなせると。でもう1回ぐらいですね、胸がメインの日じゃなくてもいいので、軽く胸のトレーニング3セット入れると、だいたい9セットになりますね。なのでトレーニングの種目数やトレーニングの頻度ですね、そこが考慮できているかというところが重要になってきます。次のポイントはですね、10回ギリギリになった場合は10回じゃないというところです。例えばですね、ある日のトレーニングで10回なんとか上がりましたよと、次のトレーニングでセットを組む際は、当然回数か重量を増やす、負荷を増やすというところが重要になってきます。例えばですね、一気に重くするとやはり怪我のリスクが怖いので、10回できたから、11回とか12回できる、その状態を次は目指そうというセットの組み方になりますし、重さを増やして新しい刺激を入れてみたいなという場合はですね、当然いきなり重さを増やして10回、成功すればもちろんいいんですけど、10回成功しない場合もあります。10回目指してやったけど8回しか上がらないということは当然起きます。これもですね、必ず10回上がるのが10回3セットと考える必要はないと私は考えています。重さを増やして10回できるようにチャレンジする、とにかく1セット目に今までできなかった10回にチャレンジするというところも、仮に8回しか上がらなくてもこれは10回3セットという組み方でも良いかと思います。ただしですね、1セット目で8回しか例えば上がらなかったらですね、2セット目は当然もっと回数が下がってくるわけですから、重さは落として、しっかり10回できる重量に設定しましょうというところが重要になってくるかと思います。3つ目はですね、10という数字の心理的な要因です。10という数字はですね、やはりキリがいいです。実際トレーニング中は後半になってくる8回9回と上げてくる中でですね、すごいしんどいです。体にストレスもかかるし、息も苦しくなるし、筋肉もきつくなります。その中でですね、早く休みたい、早くこのしんどさから解放されたいという状態になるので、実際には12回13回と回数を行える人もですね、10回という数字に休憩の場所を置いてしまうというか、10回でやめてしまうということが起きてしまいます。
なので10回でセットを組む際もですね、気を抜きやすい方は12回13回にチャレンジするんだというつもりでセットに入っていただく方が、よりしっかり追い込めるトレーニングができると思います。4つ目のポイントは、神経系の発達を狙ったセットを入れることです。神経系の発達というとですね、とにかく重いのを持つっていうのも一つなんですが、初心者の間はですね、とにかく筋肉をたくさん使う、その方も身につけるということも大事になってきますので、実は10回よりもですね、たまには多い15回から20回などを足すことも、動作をたくさん行って動作に慣れる、筋肉を使う回数を増やすというところで神経系の発達が期待できます。またですね、高重量ですね、1回から3回しか上がらない重量の重いセットを組み込むことでですね、今度はですね、同じ筋肉量でもより多くの筋肉を動員させる、ある筋肉を十分に使うという感覚が発達します。これもですね、神経系の発達の種目として、高重量1レップから3レップギリギリ持てるセットを組み入れることで、今まで50キロで10回しか持てなかったセットがですね、12回から13回上がるようになることもあります。なのでですね、初心者の方はしっかり回数をこなすことで動作になれるセットを組み入れる、例えばですね、10回3セットを行った後に高回数のセットとして15回から20回思いっきり軽くして1セットを入れるでもいいですし、ウォーミングアップでマックスの 90% から95% 1回から2回上げるセットを足してから10回3セットに入るという組み方でも良いかと思います。5つ目のポイントはですね、種目によって10回3セットではない場合の設定の方が良い場合もあるということです。例えばですね、収縮系の種目ですね、胸の場合であればケーブルクロスなどでグーッと収縮させる、しっかり丁寧に効かすというトレーニングであればですね、ある程度ちょっと中ぐらいの重量で10回のセットを組むよりもですね、15回から20回丁寧に収縮させて力が入りにくくなったところでも止めて、より収縮を強く強調するというセットの組み方を行うのであれば、10回で重量設定するとですね、やはり重すぎて、十分に収縮を意識できないということも起きてしまいますので、種目によってはですね、10回ではなくて回数を増やして15回から20回10回で限界が来るという組み方も良いかと思います。また逆のパターンでいくと、例えばベンチプレスなどはある程度バーベルで重量をこなせる、重さの刺激を入れることができる種目なので、これは筋肥大を狙った10回という組み方は別の種目で行うとして、ベンチプレスは重量の刺激を入れるというところでメインセットを5回に変えたりする場合もあります。これはですね、種目によって組み合わせ、この種目はこの役割を狙うというところが決めていくこともできるので、いろんな種目を行うのであればですね、この種目は10回、この種目は丁寧に15回から20回、この種目は重量をかけることで5回の刺激にしようとですね、変化をつけた方がですね、マンネリしなくなるということもあります。ベースは10回3セットで筋肥大としてもですね、マンネリしてきたり、種目の特性的に10回じゃない方が適しているなと感じることがあればですね、そこは変化をつける要素として違う回数の組み方も組み入れていけば良いかと思います。最初からですね、いろんな組み方やいろんな種目特性を考えてトレーニングを組むということは大変難しいので、10回3セットをベースにしながら、先に述べたポイントを意識しながらトレーニングを少し変化つけていけばいいかなと思います。同じ種目ばっかりやってたり、同じ刺激ばっかり入れていてもですね、成長は停滞するので、ベース土台を作って、そこから変化をつけながら刺激を変えて、さらなる成長を目指していきましょう。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。概要欄の方からクリックしていただいて、登録の方よろしくお願いします。B レジェンドではお得なセールも開催しています。概要欄からチェックしてください。それでは、さようなら。